はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。ピヨキングさんへいつも面白い動画をありがとう。これからも面白い動画を上げてください、ピー太郎。いや動画をね収録してる最中だけどちょっとうるっときちゃったよピヨキングさんへいつも面白い動画をありがとうですよ。こんなメッセージをマリオメーカー2の中で見れるなんて思ってもなかったからめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございますピー太郎さん。どんなコースかめっちゃ楽しみ。片方だけで壁キック、690回チャレンジしてまだ誰もクリアしてないんだよね。ピー太郎さんはアルセネっていう名前なんだ、マリオメーカー2の中だったらアルセネだって。いやちょっと待って、これちょっと待ってどういうこと。あ、なるほど、これ右の矢印が出てるけど左側で壁キックするってことか。それじゃあ早速行ってみましょう。これボンミス。これどうしよう、意外と俺難しく感じるんだけど、どうしようあら普通に難しいぞこれ。2個飛ばしぐらいで行ってくるけど、これ1個飛ばしで行ったら簡単なんじゃない？ダメだ分かった、ヒップドロップキャンセルを使っていくってことかな。こんな感じ、オッケー。多分これでいけると思うんだけど、あ、これ普通に難しいんだけど、なんかピー太郎さんは簡単ですよみたいな感じでコメント書いてくれてたけど普通に難しいんだけど。よし、オッケー。そして黄色い土管に入るまたまたかよ。まあいいや、どんどんやっていくか。死んじゃった、思わずスタートからやり直すするところだったわ俺。ちなみにね、ヒップドロップキャンセルはあんま得意な方じゃないんだよな。で次反対か、嘘、ここで急にずっと左側で壁キックしてたから急に反対が来たらきついな。もしね、壁キックとヒップドロップキャンセルが苦手な方いたらぜひこのコースやってみてください。このコースをやり終えた後にはねきっと技術をね習得してるはずだから。危ね、よし、壁があってくれてよかった今度は上がるのか。でもこれはこっちの方が簡単かもしれないって思ったら死んじゃったこの繰り返しのね単調な作業がやっぱマリオって結構難しいんだよな。よしよし、 OK で、もうちょっとで、ここでゴールかな。よし、 OK。 あ、待ってくれ嘘、俺てっぺん取ろうと思ったんだけど、待って、これスタートからやり直しするしかなくない？これマジかよ、こんなミスした人おる？俺だけだろこれ。スタートからやり直ししたんだけど、まあ残りのタイムをね待ってもよかったんだけど、これでいい、これでいいんだピヨキング。せっかくねファンの方が僕のためにね作っていただいたコースだし、一発でクリアするのが筋ってもんでしょう。よし、だからこの中間ポイントは俺は取らないでいきます。あははは、土管の上からじゃない方がよかったな。落ち着いていきましょうピヨキング。きっとね他の方もこのコースをね遊んでくれてる人が何人もいると思うから、その方たちにねここの攻略法っていうのをねしっかり見ておいてもらわないとピヨキングの名が廃ると思う。よし、だからこの中間ポイントは取らずにゴールして見せます。急にこの反対になるのがきついんだよな。オッケー。そしてラスト、ラストの場面ですが、ここも中間ポイントを取らないで俺はゴールして見せるから、よし、みんな待っててくれ。よし、オッケー、ゴール。お、これどうなるんだピヨしたら。あ、 THX ね。いえいえ、こちらこそありがとうございました。一番乗り、まだ誰もクリアしてないですね。このコース非常に楽しかったです。他のコメントの方でも
このコースやってみたけどクリアのやり方がわかりませんっていう方もいたんだよね。だから僕の動画を見てクリア方法がわかれば参考にしてください。あとね、壁キックやヒップドロップキャンセルが苦手な方はぜひこのコースをやってみたらその技術が習得できると思います。それじゃあ今回コースをくれたピーターローさん、ありがとうございました。はい、それじゃあこれもね、ピオキングさんへの挑戦状、ニムニムさんからいただいてます。え、なに？ピオキングさんへとか、そんなめっちゃ嬉しいんだけど。一つ目のコースもピオキングさんへいつも面白い動画ありがとうとか言ってくれてるし、なに？みんな俺を泣かせに来てんの？え、なんなの？今日めっちゃ嬉しいんだけど。じゃあそれじゃあ早速やっていこうか。内容を知っていてもクリアするのに1時間かかりました。ものすごく難しいので自信がある方はやってみてください。それじゃあ早速やっていきます。何回やられるかわかんないけど早速やっていこうか。で、まずね、猫を手に入れたのはいいんだけど、どうしようか。これあー、待って待って、一応上から行くか。それだったら一応上から行ってこのファイヤーを取っておくか。一発でクリアできるかな。よし、オッケー。あー、待って、これはまずいな。ちょっと待って待って待って、まずいまずい、ちょっとまずいまずい、これまずいから、ちょっと死ぬから。どうやってすればよかったんだ今の。まずね、猫を取って、そしてよしで、ファイヤーボールは取っておくか。で、このまんまジャンプ、オッケー。そしてジャンプして土管に入る。オッケーオッケーオッケー、これでね、多分いいと思う。お、中間ポイントくれるんだ、ありがたい。みんなみんな何、優しいなこれ。え、キラーがたくさんいるんだけど、これ踏んでった方がいいのかな。この下の矢印に乗っていきたいところだけど、待って待って、危ない。でもキラーを倒した後に飛び越えると、そしてジャンプ、オッケー。ちょっとブンブン邪魔しないで、ブンブン、いつも俺の邪魔をする。よし、それじゃね、最初にキラーをね倒しておいて、その後にここで飛び越えると、オッケー。そしてここら辺でブンブンがいるんだよな。またまた同じとこだ。飛び越えるか、ブンブンも。いっそのこと鍵とかないよね。ちょっと鍵があったらダメだろうけど、よし飛び越えよう。そしてこのままブンブンも飛び越えよう。オッケー。俺このブンブンにめっちゃやられてんだけど、めっちゃいいとこ置くよねブンブン。よし、オッケー。あ、ブンブンはゆっくりと飛び越えよう。そしてこれは何だろう、あの上のマークなんだろう。おお、なんか来た。おお、待って、全然気づかなかったんだけど。上のマークがなんだろうって思ってたら、ちょっとクッパが来たんだけど、この辺なんかない？アイテムとかない？これちょっとズルしていい？アイテムないな、これチビの。あー、見て、これズルした結果がこれ。みんなズルはダメだよ、ズルは。よし、それじゃあね、ちゃんと行こっか。ちゃんと行きましょう。ちゃんとね、最初キラーを倒しておいて、そして飛び越える。オッケー。そしてブンブンも飛び越えると。危ない、ギリギリ。これもしかして危ない、これあれか、あのピオキングのマークか、この上のやつは。めっちゃ可愛いんだけど。おお、待って、あー、ちょっとこれ早く行こう、早く行った、もうガチっぽいぞこれ。早く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 、よし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 。で、ジャンプ、あー、あ、やったやった。ゴールできた、よかった。いや、非常にね楽しく遊ばせてもらいました。ニムニムさんもコース提供ありがとうございました。で、これね、コメントってどうやってすんの。はい、今日はね、視聴者さんからいただいたコースを2つ遊んだところで終わりたいと思います。初めてマリオメーカー2で、まあ、ありがたいお言葉もねいただいたり、僕のねアイコンがマリオメーカー2の中で作られてたり、とても僕は嬉しかったです。ピータローさん、ニムニムさん、コース提供本当にありがとうございました。それじゃあまたね。